焼け石岳登山道までの林道が走れるようになったというので、ちょっと行けるところまで焼け石岳登ってみたいと思います。今7時7分、これから登山口の林道へ。登山道入ってすぐのところにトイレが設置されています。登山口のあたりもまだ雪がだいぶ残ってて結構寒い。クロサンショウウオがだいぶ卵を産み終わってるね。この沢もまだ雪だね。よし、結構残ってるよ。登山道がまだ雪で隠れちゃってて分かんないね、こりゃ。ここ鈴小屋との分岐、雪のない道は鈴小屋の方に行く県境根のルートで、雪のある方を行かなきゃいけないんだね。落ちるってほどではないだろうけど、こんなに雪残ってんだね。落ちるってほどではないって油断してると落ちるかもよ。4号目大森沢、こんな結構大きな木が倒れちゃったんだね。一応看板は立ってるね。結構倒れてる木が多いな、こっちも。8時15分、釈迦山家だね。日は鏡が咲いてる。あら、ね、それから三つ葉応援かな。上から下ってきたところ、左方面の道があるはずなんだけどな。結構邪魔だな、木。そうでした。多いな、雪、本当に。沢の上方の尾根筋ね。あ、これはもう、全然道わからんで。テープが貼ってあるな、上の方に。ほんとテープがないと分かんねえよ、これ。沢に下る道を確認するのは難しいね。引きの上か、落ちそうで嫌だな。よいしょ。おい、落ちた。ああ。なんちゅう。まだ雪だらけやで。これか。これ見て、この雪。まだ全然雪の世界だよ。これ1個目の塗装ポイントの様子だね。左上から咲いていけばそんなに深くはないかな。でも下でも、今日はそんなに深いところがないから雑雑と言っても雑雑と言っても大丈夫かな。
6合目4時べ、雪だよ雪。うわあ、降りつなくなんだろうな、雪の上なので。道間違えないようにしないと分かんないの本当に。これ雪の上と頂点ね、飛ぶか。ここの中に行ってて、よいしょ。設計のトラバースっていう感じだな。ちょっと難しいな。やっぱり。7合目7口、水芭蕉と雪。これから白根葵がだいぶ咲くみたいだな。去年は見なかったのにな、あんまり。この花まだ出ちゃった、結構咲いてるぜ。こう白根葵が咲いてる。わかんない、ここ水場だな。水場見えません。あら、景色のところただ雪だらけだよ。石沼ねえ、ぐるっと雪、なんちゅうこっちゃ。雲が切れてみると綺麗だな、緑が。水はそんなに増えてきてないね。若干水は増えてるみたいです。どこから行こうかな。長靴なのでしっかり踏んで、いい感じだね。帰りここ通ったのが19時26分。涼しいし時間もまだ早いから、もうちょっと増水するのかもな。雪はいっぱい残ってるけど、やっぱり明るくなると雪違うな。